シャコシャコ科に属する節足動物の一種である。転じてシャコ目に属する種の総称にも使われる。寿司種などになる、食用種がよく知られる。地方名にシャコエビ、カサエビ、シャッパなど、シャコ2018.8、13中港漁港シャコ2018.8、13中港漁港を分類上は、甲殻類のうち、エビ類やカニ類などと同じ南高砂に属しているが、 エビ類やカニ類は、新南高アズナ、シャコ類は口足や甲に属している。構造は、他の甲殻類と同じく頭部、胸部、腹部に分かれており、シャコ類は、頭部と胸部の前方四節を、外骨格が覆う。外骨格に覆われた部分を廃校という、体長は12から15センチメートル前後、全長20センチメートルに達することもある。体型は細長い筒状で、 腹部はやや扁平。頭部から胸部はやや小さく、腹部の方が大きく発達する。頭部先端には2体の触角とよく発達した腹眼が,が突き出す。付属子は19体ある。付属子にはエビカニのようなハサミを持たず、6から7個の棘がある特徴的な1体のカマのような歩足を持つ。頭部付属詞は前から第1触角、第2触角、大顎、第1小学。 第2小学の個体である。胸部付属詞は、前から第1学客第5学足と、第1歩客第3歩客の8体である。食物を捉えるため釜状になっているのは、第2学客第5学足で、特に第2学足が発達している。副部付属詞は遊泳詞ともいい第1話第5話の、基部には、エラがある。第6話は、他の話とは、 位置や構造が著しく異なるため押しと呼んで区別する。なお、腹部後方に微節という節のような構造があるが、付属子はなく芯の大切ではない。微節は鋭い棘のある汚染と呼ばれる構造になっている。円変更の回転方向を識別できる。ただし、これはこの種の特徴ではなく、少なくとも車庫属の数種に共通の特徴である。円変更に限定しなければ、 変更の資格は、車庫下の広範囲と一部の等足類に確認されている。車庫類では最も北の海域に生息。北はロシア園海州から、南は台湾にかけて分布。内湾や内海の泥底や砂底底に生息し、海底の砂や泥に、有字型の巣穴を掘って生活する。肉食性で、他の甲殻類や魚類、イソメ、ゴカイなどの多毛類。 海類などを強大なホ足を用い捕食する。このホ足による攻撃は打撃を伴う強力なもので、カニの甲羅や貝殻を叩き割って捕食するほか、天敵からの防御や威嚇にも用いられる。飼育下においても、ホ足の打撃で水槽のガラスにひびが入ることがある。このような特性から、釣りや水揚げされたものを不用意に触ると、大怪我をするので十分な注意が必要である。 環境の変化に強く、一時東京湾の汚染が進んだ時期には東京湾最後の生物になるだろうと言われていたこともあった。市場で売られているシャコシャコの握り寿司エビよりもあっさりとした味と食感を持つ。旬は産卵期である春から初夏。秋は身持ちが良い。日本では新鮮なうちに茹でハサミで殻を切り開いて剥き、寿司種とすることが最も多い。 保脚誌の肉は、シ骨コと呼ばれ、軍艦巻きなどにして食べられることが多く、一尾から少量しか取れない珍味。産地では、塩茹でにして手で剥いて食べたり、唐揚げにすることが多い。産卵期の卵巣は、かつぶしと呼ばれて珍重されるため、メスの方が値段が高い。また、ごく新鮮なうちに刺身として生殖する場合もある。香港では、 日本のものよりも大ぶりなものが多いが、素揚げにしてから、ニンニク、唐辛子、塩で味付けして炒める、胡椒塩ジにイムライニューハ派という料理が一般的である。シャコは、死後時間が経つと、殻の下で酵素が分泌され、自らの身を溶かしてしまう。そのため、全体サイズの割に、中身が痩せてしまっていることも多い。これを防ぐには、 新鮮なうちに茹でるなどして調理してしまうことである。生きた新鮮な車庫は珍重されるが、勢いよく暴れる上に、トゲが多いため、調理時に手に刺さる場合があるので取り扱いには注意が必要である。青森県では、桜の花見に車庫を食べる風習がある。江戸時代は、シャクナゲと言われていた。淡い灰褐色の殻を茹でると、紫褐色に変わり、それが、 シャクナゲの花の色に似ていたところから付けられた名である。シャクナゲはシャクナゲ、または、イシゲと書き、シャクカがなまって、シャコと呼ばれるようになった。シャク、シャクナギと呼ぶ地域もある。北陸三県や青森県では、ガサエビ、福岡県筑後地方南部では、シャッパ、熊本県ではシャクとも呼ばれる。シャコエビなどと呼ばれることもあるが、エビ類との分類学上の類縁は遠い。また、 地域によっては、アナジャコも、シャコと呼ぶ場合もあるが、アナジャコは、新南高アズナに属し、シャコメとの類縁は遠い。シャコに近縁な種には、以下のものがある。これらは少し、前までは、同じシャコ属とされていたが、20世紀末頃からそのうち、数種が新たな二属に分類されるようになっている。なお、同じシャコと名のつく生物として、アナジャコが挙げられるが、近縁なわけではない。 系統や、その他の社古類については社古目を参照。ありがとうございます。